こうちゃんと遊ぼうです。このコーナーは大台町出身の絵本作家遊び作家浦中浩一さんにスタジオでオリジナルの遊び歌を披露していただいたり、身の回りにあるものを使った工作などを教えていただきます。さてこうちゃん、はい、今日は何をしますか。今日はですね、初め言ってた通りロケットを飛ばして遊びたいと思います、はい、ロケットで工作といえば、ね、ペットボトル使うんですかね。そうですね、ペットボトルで言うと多分高さんをイメージしてるのは水を使えてるんですか、はいはい、ここで水かちゃおか怒られちゃいますの で, そうです、ね、はい、今日はですねもうちょっと簡単な紙袋とトイレットペーパーの芯と作れるやつを作ってみます。ちょっと見てみます。見てみます。ちょっと実践してみましょう、はい、ね、よいしょ、どんな風に飛ぶんでしょう。そうですね、まずこれこれね、まずこの発射台、このままでは飛ばないので、はい、空気を入れます。はい、もういっぱい入りました。もう準備万端です、はい、そしてこのように上に置きまして、さあカウントしましょう。3秒前ですよ。 3、2、1、発射。ほらほらこんな感じでね、あっち行っちゃった。こんな感じに今日は飛ばして遊びたいと思います。結構飛びますね。結構飛びます、ね、さあじゃあまずは何から準備したらいいですか。そうですね、準備はこちらになります。はい、準備物、紙コップ、紙袋、色画用紙、トイレットペーパーの芯2本、折り紙、ハサミ、油性ペンなど、あとはセロハンテープ、ビニールテープ、マスキングテープ、両面テープ、糊などで出来上がります。はい、はい、ではまず何から始めましょう。まずはですね、このトイレットペーパーの芯2つを使っていきます。はい、はい、これね家庭でもね出てきますよね、でこれをですねまずこうくっつけたいんですね、発射台にするためにこの2つを。で、はい、これ普通のセロハンテープでもいいんですけど、空気が漏れちゃうと飛ばないので、はい、ちょっと太いやつ、こういうのを使ってしっかりと止めたいと思います。はい、はい、じゃあ止めてみましょう。よいしょ、よし、透明じゃなくても全然ガムテープとかでもできますので、うちにあるものでできると思います。よいしょ、よいしょ、しっかりと止めちゃいます。よいしょ、よし、よし、これがねこうやって細長く、今日ねこれトイレットペーパーの芯使ってるんですけど、ラップの芯とかね、はい、あるのでもできます。よいしょ、これでいいかな、大丈夫かな。はい、こんな感じですね。これちょっと空気が漏れちゃうと、はい、もう大失敗しちゃうので、しっかりとね高さのようにぐるぐるぐるっとしっかり巻いた方が絶対いいです。はい、はい、これでね、もう土台完成してきました。はい、そして次ですね、次はこの紙袋、ね、紙袋、さあこれ僕2つ用意されてるんですけど、はい、ちょっとちっちゃい方でね、ちっちゃい方でやってみましょう。はい、ちっちゃい方の紙袋と開いてもらって、このトイレットペーパーの芯をここに入れて、ぐぐっとまたさっきのテープでぐるぐるぐるっと巻いちゃいましょう。はい、こんな感じですね。じゃあ封筒とかでもいいんですか。そうですね、封筒でもいいかもしれないですけど、できればここがちょっとこういう平らな面がある方が押しやすいかもしれないですね。なるほど、押すのも大事なんですね。はい、そうですね、そしてこのままちょっと綺麗なので、これをくしゃくしゃくしゃっと柔らかめに、破らないように、破かないように丁寧にぐちゃぐちゃっとしちゃいましょう。あ、これ楽しいですね。はい、楽しいですね。ぐちゃぐちゃするの楽しい。そして、ちょっと一回拭いてみましょうか。はい、はい、一発で入りました。完璧です。大丈夫ですか。あ、いいですね、いいですね。こんな感じで。こんな感じで大丈夫です。抜けてないので大丈夫です。で、これをポンと押せば飛ぶと。はい、そういうことです。そういうことですね。はい、そしてね、このままだとなんだかちょっとこれ、ゴミ箱に捨てられちゃいそうですよね。確かに、ね、ちょっとゴミと間違えちゃうかも。あとこんなの置いてあって、これ捨てとこやよって言われちゃうので、ちょっとこんな風にカラフルに、やっぱロケット発射台をこういうマスキングテープとかビニールテープを使ってカラフルにしていきましょう。はい、はい、じゃあ貼っちゃってください。はい、はい、ありますか、目の前にいっぱいありますか。ありますよ。はい、ぜひぜひ。あ、これ楽しいですね、何色貼ろうかなって。そう、そうなんですよ、ね、でちっちゃい子供が貼るときはこれなかなかこう取れないので、事前にハサミで切って、クリアファイルとかに貼っておくと、こう自分たちで剥がしてくっつけることができるの で, そうです、ね、シールみたいにして貼れますね。そういう風に、ね、すると指の発達にもつながりますよ。遊びながら、ね、指の発達もこうやってつながってくるのでいいと思います。よいしょ、取れますか。キラキラのテープはこれ
取りにくいですか。どこが入り口か分かりづらいですね。ゆっくりやってください。ゆっくりやってください。そう、こうやっていろいろとビニールテープを貼ったりとか、うん、マスキングテープを貼ったりとか、うん、キラキラテープを貼ったりとか、なんだったら今ね、先ほど言ったようにガムテープ色がついてるのもありますし、はいはい、最近はねそういうのもホームセンターとかでも売ってますので、うんうん、いろんな道具を揃えてあげて、うんうん、自分たちでこれがいいなっていうのを選ぶ環境も用意してあげるといいですね。マスキングテープっていろいろあるじゃないですか今。そうですね、種類もね豊富ですよね、うん、好きですか。あの昔岡山に旅行に行った時に、はい、マスキングテープの専門店があって、はい、岡山ってマスキングテープ有名なんですよね、あ、そうなんですか。でも何百種類もあって、買いましたか。見てるだけで楽しかったです。買いましたよ。買いました。びっくりした、今見てるだけで帰っちゃったのかと思っちゃった。いやいやいや、もうあの、うん、キラキラしてるしカラフルだし囲まれてるだけで楽しいんですよ ね、 いいですよね。うちもいろいろとこうやってマスキングテープ置いてあるんですけど、うん、はい、いや息子たちがこれをやっぱ貼りたがるんですよ、よし、じゃこういう丸いテープもありますので、はい、これも貼っちゃいます。よいしょ、だんだんと発射台っぽくなってきました。よいしょ、これだけで結構ね満足いきますよね、はい、遊びがね、さてどうでしょう、出来上がってきましたか。はい、はい、今はこんな感じ。ちょっと、ね、なかなか賑やかな台になりました。この丸テープいいですね、うん、貼るだけですごくカラフルになりますもんね、楽しい。よし、できた。できましたか。はい、できました。いいですね、素晴らしい、はい、キラキラしてますね、はい、それでは次は肝心のロケット、うん、ロケットを作っていきたいと思います、はい、ロケットはですねこんな感じで、うん、とんがり山を作ってもらって貼ったりとか、うん、あのこういうこっちのように丸いようにしてもらってもいいので、いろんな形で羽もつけてください、うんうんうん、ちょっと羽の大きさでもしかしたら飛び方が変わるかもしれませんので、うんうん、いろいろやってみてください、はい、じゃあ作ってみましょう、どんな、そんな迷いますよね、屋根と羽にしよっかな、ね、さあさあ羽を大きくしすぎたらどうなるかとかね、いろいろ実験もできますから、こうやってね子供と一緒に飛び方を考えてやっていくのもいいと思います、うん、あとは両面テープとのりどちらでもいいんですけど、あの画用紙をつけるときは両面テープでしっかり貼った方が羽のところはいいかもしれないです。はい、じゃあまたカラフルに貼っていきましょう。これ本当にあの紙コップとかトイレットペーパーの芯とか、うんうん、お家にあるものでできるんですね。そうなんですよ、ね、うちにあるものであっという間にできちゃうので、すごくねお家でお部屋の中で遊ぶとかで、お部屋の中だけじゃなくて、ね、天気のいい日は外 で、うん、で雨降った日はお部屋の中でいろんなバリエーションができます。よし、ではでは、よいしょ、さあさあ、こういう工作はお家ではやりますか。工作は私苦手なので、うん、なかなかしないんですけれども、うん、あのこの前、うん、あれですね、鯉のぼり、鯉のぼり、はい、子供と楽しみました、はい、よかった、かぶってくれましたか。はい、あ、よかった、いい思い出になりますよね。そうですね、やっぱり、ね、子供が喜ぶ顔を見るとね、うん、嬉しいし、あ、また作ろうかなって思いますね。よかった、よかった、ぜひぜひ今回もこれをね作って、はい、わーってわーって思うことがねやっぱ大事なんですよね。よし、じゃあ羽も作っていきます。よいしょ、羽の大きさはね工夫してもらうとまたいいと思います。飛び方がね変わると思うんですよ。よいしょ、こんな感じでね、で羽をつけるときは端っこの角をちょっと折り曲げるといいですね。こうやって折り曲げてこういうふうにテープで貼り付ける。よいしょ、両面とも、よいしょ、両面テープをつけて貼り付けていきます。よし、よし、これでもうね、たくさん夢中になってますので今もう作るのにね、どんな羽にしようかなって考えてました、ね、考えながらね、この生放送ってこれなかなか難しいところで、どうしても喋らなくなっちゃいますね。そうなんです、時間がね、そして焦っちゃうとね、ダメなんですよ、はい、ね、そうやっぱいいものが、焦らない方がいい、そう、焦らないでゆっくり、だからお家でやるときはねしっかり時間を作ってあげて、はい、ね、子供たちと一緒にやってもらうといいと思います。よし、羽が出来上がりました。こんな感じですね、はいはいはい、でここに今から窓とかを油性マジックで描いていきます、うん、よし、
よいしょ。よし、こんな感じで窓を、よし、ロケットに窓があるといいですよね、うん、そうですね、ね、雰囲気出ますよね。あ、ちょっと、よし、よいしょ、ドアもつけとこう。よっしゃ。これははい、作る人によっていろんな形ができますね、はい、そうなんですよ、こんな感じで。よし、ちょっとじゃあまだ時間ありますからね、はい、もう一個ね、これ別にロケットじゃなくてもいいなと思ったんですよ、うん、やっててね。よし、何か、よし、ちょっとやって、よいしょ、よいしょ、しようかな。この別にね、お家でやるときはなんか家族の写真貼ってね、飛ばすとかそんなのもありじゃないかなってちょっと思うんですよ。家族で宇宙に行こうみたいな。それから家族一人一人ね、うん、息子さん、お姉ちゃんとかお兄ちゃんとかお父さん、うん、お母さんで誰が一番遠くまで飛ばせるか競争みたいなのをするとか、そんなのも楽しい、いいですよね、はい、で線を引っ張って、そうそう、そういうゲーム的な遊びもできるので、ぜひぜひちょっとこうやって、よし、はい、よし、ちょっとお化けもね作っちゃおうかな。お化けが空を飛ぶみたいな。よっしゃ、よし、さてさて、よし、お、これでどうしようか、できてきましたか。よいしょ、さあもう無言です。できました、できましたか、はい、できましたか、よかったです。できました、僕もできました、はい、はい、ほら、ロケットができましたね。あ、ちょっとお化けも作ってみます。ほんとかわいい。こういうお化けもね、飛ばすといいですよね。それでは今からこれを早速飛ばしてみたいと思います、はい、ね、いいですかね。でます、大丈夫ですか、もうちょっと、はい、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、よし、では行きましょう。よし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 、どちらで飛ばしましょうか。はいはいはい、僕こっちですね、はいはい、よいしょ。さあ、どっから行っていいんですか。はい、はい、お願いします。じゃあですね、僕からいきますよ、はい、まずロケットからいきます。まず空気をしっかり入れまして、はい、さあ、いきますよ。あ、どうかな、どうかな。3、2、1、発射。おー、飛んだ。ちょっと羽が大きいからシュッといきましたね。飛びました。では、はい、次どうですか、はい、中津号、私どうでしょうか。空気入れてね、しっかりしっかり、まだ入れて、まだ入れて、まだ入れる。どんだけ入る。いっぱい入れときました。いっぱい入れましょう。たくさん飛んでほしいので、はい、いきますよ。はいはい、どうぞ。いきますよ。 OK、 せーの、3、2、1、発射。ゴー。おー、いい。ちょっと勢いがなかったですね。もう一回いきますか、もう一回いきますか。もう一回いきますか。もっとパーンと。その前に僕ちょっとお化けを一回。え、これ飛ばし方のコツもありますか。飛ばし方はですね、うん、こう押してしっかりこのまま、こっちの右手はこのままで、左手をパンと当てるだけなんですね。皆さん、このカメラに向かってね、いくよ。3、2、当たったらどうしよう。1、0、ほら、ほら、いい感じで。すごいすごい。ちょっと当てたいのにね、当てたら大変ですよ、ね、当てたら大変だな。じゃあ、行ってみましょう。もう一回。よし、行くよ。はい。よし、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 行きますよ。行きますよ。はい、3、2、1、飛べ。ちょっとちょっと元気がない、ちょっと元気が、そうだそうだ、ちょっと皆さんにじゃあ、はい、せっかくなので、うん、今日大きいのもあるんですよ、この大きいの、はい、この大きいのは、うん、さっき言った通りあんまり飛ばないんですよ、なんか大きい方が飛びそうですけどね、こんだけ入るのにね、こんだけ入るんですけど、はい、やってみましょう、ね、これ家で実験してほしいんですけど、大きいのはさて飛ぶのか。3、2、1、あっしゃ、ほら、全然飛ばない、ね、全然飛ばないんですよ、だから気持ちが、だから空気が一気に入らない、ああ、じゃあこう空気がこうキュッと集まる方がいいっていうことなんですね。あ、じゃあなるべくこう小さい袋を使うと、うん、いいかもしれないね、ということですか、ね、なるほど。どうでしたか、やってみて。いや、すごく楽しいです、作るだけではなくて、この飛ばす楽しさもありますし、うんうん、はい、これは梅雨の時期、雨の日でも思いっきりお家で楽しめますよね、うん、はい、見てみてください、はい、はい、皆さんもぜひ自宅で作って遊んでみてください。